はいどうもー。ってかさ、今からレッドがやるチャレバトと王とトツが合体する時って一緒だよ。どういうこと？どちらもガチ音がヒュービーがポンポンポーンというわけで、皆さんこんにちは、こんばんは、レッドだよということでね、はい、今からね、チャレバトやっていきたいなと思います。ガチチャレですね。僕が今からやるガチチャレです。だからガチですね。うん。で、王とトツが合体するときね、もうそれもガチっていうね。はい。いうことですね。ということで、ちょっとガチチャレね、行きたいなと思います。まあ僕個人的にガチチャレも結構好きなんですけど、なんでかっていうと、普段使えないキャラを、レベル固定で使えるからということですね。なんで、行きたいなと思います。まず、レイリーですね。はい。レイリーが、僕持ってるんですけど、レベルが要はまた低いので、リーグでは使えないと。いうことで、まずはレイリーから行きたいなと思います。で、次に、ハンコックかな。ハンコック行きたいなと思います。この青ハンコックですね。で、3戦目に、あと、若ガープさんですね、行きたいと思います。で、この3体はとりあえず持ってるけど、レベルが低いからリーグで使えないっていうキャラですね。だから普段使えない分ね、ここで楽しんでいきたいなと思います。で、4戦目ちょっと行こうかなと思うんですけど、4戦目は、ちょっとお楽しみで、何を使うかっていうのはお楽しみでね、見といてください。はい、じゃあ行きましょうか。早速、レイリーからね、よろしくお願いします。まあ、裏は一応そのルフィローで、まあ、言ってるんですけど、スコアボーナスついてるんで、まあ、基本的にはもうあんまり出したくないんですけどね。今チャレバトなんで、しっかりと、ゆっくりと、楽しんでいきたいなと思います。それでは皆さんよろしくお願いします。いきましょう、レッツバウンティー。はい、じゃあいきましょうか。レイリーですね。まずはね、レイリーさんから行っていきましょう。よろしくお願いしますと。はい、楽しんでいきましょう。いますね、います。おドーフィーが2種類いますね。いいですね。そういうの好き、そういうの好き。よろしくお願いします。対マンしたいな。どこ行こっか。どうしよう。みんな B か、B 来るか。オッケーオッケー。とりあえずじゃあレイリーさんとね、じゃあこっち行こう。C 行こう、C 行こう。うん。しっかりここまずついていこう。はい、ついていってから、おでんが来るかな。おでんがコンかな。じゃあドフィーとあれちょっと待って。なんか、オッケー、ドフィーとやろうか。オッケー、やろう。オッケー、オッケー。うん、よいしょ。はい。はい、ジャストで入って、これね、これが気持ちいいよね、マジで。ほんまに。はい。で、これも、ここ、ジャスト入ります、これ。いや、これが気持ちいい。レイリーのいいとこなんよね、これ。おい、ちょ。ごめん。今のジャストで入れたな。よき。ちょっと待ってや。これジャストで入りたいな。3発目まで打つタイプなんかな。はい。なんか打ってくるね。はい、ジャストで。なんで今ジャストじゃない。ちょっと待って、危険。これは危険やぞ。これは非常に危険やな。ちょっと待ってや。雲の巣が、何あれ、キャンセルされたね、今ね。よし。ここをとりあえず KO したいな。うん。ちょっと待って、体力回復したい。ジャストで入って、パイーンと。はい。ちょっと、ごめん。おこ。ちょっと待って。くそ。いかれてもうた。もう一回行こう。いや、ジャス界のほんまに快感がね、好きですよ、僕は。それがレイリーの好きなところ、ほんまにやっぱり。なんやろね、このレイリーのジャス界決まった時の気持ちよさって、ほんまに。シャンクスのグリフォンぐらい、カウンターぐらい気持ちいいよな、と思います。とりあえずここ倒していきましょう。アタッカーとして、殲滅していきたいところ、ついていって、はい。じゃあ、こっち落としに行きますか。おでんか。オッケー、はい。ワン、ツー。オッケー。裏行かせんように、ここ見といた方がいいですね、これはね。ワン、ツー、ワン。はい、オッケー。今の言い合いで仕留めてもよかったですね。これは一発ジャスト回避を。ワン。待って。危ない。行かせんな。危ない。で、ブーストきますね。じゃあ、こことりあえず仕留めますか。ロフィーをね。はい、ワン。一回落ちた。で、回避多分まだないんで、ここでこうですね。オッケー。で、ここ握りましょう。オッケー。これ取れる。奥あっち取れるかな。ああ、取れそうやな、あっちもね。オッケー。はい、取りました。なんだろう。来るかな。ブラックナイト。これはここに来い、ジャスト。なんでやばい。これはごめん、やってる。ジャストじゃなかった。ってことは、あっち行くしかないよね。シュガー、シュガー行っちゃったな。まずいな。まずい。危なー。耐えた。じゃあ、負けちゃ。ワン、ツー。ナイス系をこう打っとこう。なんでなんかおもちゃになったんやけど。どんなフィニッシュやねん。最後おもちゃになって、終わってしまいましたね。おもちゃズレイリーでしたね。はい、じゃあ行きましょう。よろしくお願いします。ハンコックですね。ハンコック様を使っていきたいなと思います。ただあんまりちょっと知らないんですよね、僕ね。あんまり使ったことないんで、とりあえずまああれですよね。石化させちゃえばいいってことですよね、確かね。はい、行きましょう。よろしくお願いします。ウソップくんをまずは石化させていきたいと。ただ後ろから、ルフィローが、シャンブルズしてくる確率が高いと。ちょっと待って。きっと吹っ飛ばししてくる。かなパン。何食らった俺今。なんか食らってた。待て。これ石化したら勝ちやん、これ。ちょっと待って。いや、ロジャー、ルフィロ行ってほしいな。そしたら。取られちゃった。これ、取り際に、どうこれ。オッケー、入ってる。おいけた。オッケー。よし。ありがとう。ちょっと待って。イカお肉食いたい。あかん、俺、回復不能つってた。ただの無駄回避よ。いける。オッケー。取ったよ。どうだが、またつけられてもうた。いや、あかん。遺跡化せん食っても勝てるってとこを見せよう。よし、ここ。違ったごめんなさい。無理でした。ナイスカムサリー。もう一回行こう。もう一回行きたい。もうちょっと石化させたい。楽しいな、石化。誰や？じゃあ、今いる3対3は誰でも石化するね。オッケー、ルフィじゃないから。オッケー、行こう。よし、もう一回行こう。誰か来た。キッドも石化させたいな、ちょっと。生きたい。通常で、この辺から、どうこれ。どうこれ。よいしょ。よいしょ。ジャストで入れへんか、これ。きつい。シャンブルズされるところやったで。危なー。いや、これ、キッドは、これ、外から通常。これ、ここ。おし、うまい。オッケー。倒せたー。オッケー。ひなじょう。通常。よいしょ。そっか、これ通常で後ろにもいけるんやもんな。これ下がりながら打った方がいいんか、これ。当たらへんかったんやけど。これ距離どうなってんの？わからへん。ごめんなさい。ナイスー！ちょっとこれじゃあウソップを石化させたいけど、待って、爆発数あんのかな、これ。なんか使ってくるよ、多分。これ待って。そしてこれここで、こう。よし。頑張ってる。ハート来た。ありがとう。ハート、俺も。よし。来た。フランキーはマジでやばい。ちょっと待って。裏取り来てる。赤片栗ね。はい。よいしょ。いいね。オッケー。いっちゃ。よし。真ん中や。急ぐ。金太郎が頑張ってる。俺行く。今行く。任せろ。よし。なんや。見えへんけど。くぞっとしちゃった。いい感じに石化してなかった。MVP ですね。はい。ありがとうございました。はい、じゃあやっていきましょう。ガープですね。若ガープさんですね。行きましょう。オレンジのシャツがよくお似合いで。よろしく。はい。若ドフィ、ウソップ、シュガー、ルフィローと。いいですね。全員ドレスローザー。いい感じ。よし、行こう。じゃあ、キット取るかな？取らへんか。じゃあ、取るか。オッケー。黒子飛んだ。こっからってさ、これ鉄球届かんのこれ。さすがに無理？ダメ？あそこまで鎖伸びひん？僕知らないんですけど、あんま知らないんですけど。2巡目切って取れた。オッケー。ルフィローか。やばいかな、もしかして。回復不能ついちゃったね。シャンブルズ食らったらえらいこっちゃやと思うけど。一回張ってるし、こっち行きますか。オッケー。よいしょー。はい。これ、あかんの？ワン、ツー、スリー。てー、はい、オッケー。これジャストで入ろう。はい、ワン、ツー、スリーと。なになになに、おもちゃになった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 。連打しろ、連打しろ。数字当てろ、数字当てろ、数字当てろ、数字当てろ。ワン、ツー、スリー。オッケー、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 オッケー。いいよ、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 いいよ。これ多分スキル打ってくんじゃないかな。雲の巣柿、はい。はい、じゃあちょっと待って。横行こう、横行こう、横行こう、横行こう。ちょっと待って、まずいな、まずいな。よし。はい。あー、ちょっと待って、マジか。ちょっと待って、マジか。ちょっと待って、待って、待って。オッケー。ジェスト。ワン、ツー。何？なんで？あ、ワン、ツー、何何？あー、ごめん、ごめん、ごめん。くっそー、くっそー。まあ、ディフェンダーチーだから、ちょっと攻めたかったから、攻めてみたけど、あかんかったね。もう一回行こう。もう一回行こう。落ち着いていこう。大丈夫。1、2陣あったら OK やから。相手のブーストやからね。OK、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 OK。守ってくれてる味方さんが。よし、行こう。覚悟しろー !OK、行くぞー。こっからですね。もう本番はこっから。2陣目は大丈夫かなキッドとミホーク。どっちも体力やばいね。やばいかな、やばいかな。とりあえずこのドフィーを落とさなやばいから、回避使わしたい。あれ危ない。いけあ、終わってるやん。ちょっと待って、おるるるるるる。危ない危ない。ちょっと待って、来た来た来た、ぶつけたぶつけたぶつけた。オッケーオッケーオッケー。あ、でも握ってまんか、握ってまんかこれ。いやー、オッケーオッケー、握る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 。ウソップが、ジャスト、はい。あ、ちょ、なに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 ワン、ツー、やばい。ジャスト、はい、ワン、ツー、あと一発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 、ワン、ツー、あー、いけるいけるいける、オッケー、ナイスミホーク、ありがとう。シャンブルズ食らわないようにして、はい、はい、オッケー、オッケー、オッケー、取れる、取れる、取れ、オッケー、取れた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 、はい、完璧、オッケー、で、ここ、あと僕が真ん中を絶対守ると、はい、で、あとミホーク8大ベル、スキルないもんね、オッケー、オッケー、オッケー、カムザリー、あ、ちったな、ちったな、今、回避使いました、回避使いました、こう、鉄球でバチーン、オッケー、で、これでまあ、多分大丈夫よね。真ん中来る気配ない。オッケー、じゃあこっちだけ守ろう。きたチャージ、いい感じよ。大丈夫よ。オッケー、最後、バイーンと。オッケー、オッケー、やられた。特に何もしてない気もするけど、ナイスでしたね。はい、ありがとうございました。はい、じゃあラストね、行きたいなと思います。はい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 、ウェディングドレスのナミさんですよ。ちょっと待って、今、レッドっていう人いなかった？もう一人、俺以外に。はあ、レッド共闘ってことでいいですか？任してください。もう勝ちましたね、それは。行きましょう。よろしくお願いします。美しいなぁ、ナミちゃん。ほんまに。っていうことはですよ、皆さん、どういうことですか？わかりますか？ウェディングドレスのナミちゃんがいるっていうことは、裏、誰かわかりますか？まあ、想像しておいてくださいね。行きましょう。ガーブさんが、初期取ってくれる。じゃあ2巡目いこうか。オッケー、ルフィローとレイジュね。はいはい、ピンクホーネット、さすがちょっと待ってそれは言っててやわ、ほんま。ちょっと待って、ちょっと待って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 。オッケーオッケーオッケー、最後のテンポ。はい、取ってまうぞ、取ってまうぞ。はい、取っちゃうよ、取っちゃうよ、取っちゃうよ。オッケー、イエイ、よーけ、あーあれ、よろけ向こうじゃないよ。知らんかった。全然知らんかった。ごめんなさい。いや、もう、ということはこういうことですよね。はい、よ、戻ったぞということですね。行きましょう。まずは、どこ行こうか。落とすか、落とすか。ルフィロー、やられたらやり返すで行きましょう。はい、オッケー、ワンキック。ワンキック危ないって。なんで当たるん？マジ嘘だろ嘘だろ、ちょ、無理だよ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 。そんな無理やって。ちょ、待って、一回握る、一回握る、一回握って、一回握って。で、オッケー、離れよう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 、離れて、ここでスカイムーク。はい、オッケー、完璧。鮮やかすぎる。オッケー。で、こう取っちゃおう。はい、オッケー。はい、取ります。はい、オッケー。はい、俺は信じられてるよ。そう、信じられてるの、あなたは。パン。はい、オッケー。よっぱあ信じられてなかったみたいやね、やっぱり。行こう。これね、どういう感じのスキルとかも全然覚えてないから、とりあえずここら辺から打っとけ。ちょっと待って、俺何してんねん。えぐい、ナミちゃんで何もできひん。よいしょ。とりあえず連打しとけ、これも。ケー、倒した。なんか知らんけど倒したぞ。オッケー、こっからですね。はい、もういいですよ。最後は3時分でバシッと決めてやりますよ。任せてください。行きましょう。オッケー。ナイスKO。ということは、どういうこと？ D 旗取って A 旗取ったら勝ちってことですよね。任せてください。とりあえず取っちゃおう、これ。誰が来た？ウソップね。ウソップが来る前にこう取って、はい、オッケー、取ったよ。俺は信じられてる。任せろ。はい、ジャストで入って、ワンからの、これい。ちょ、どこってるマジで。やばいって。ピチやばい。まあ、真ん中取れっかな。真ん中取れるならオッケーな。あ、オッケー。バグアームはここで行くよ。オッケー、大丈夫やろ？オッケー。で、ここ通常、ワン、ツー、スリー、ジャストで入って、ワン、ツー、スリーでダウンさせた。はい。ワン、ツー、スリー、オッケー。裏取り行きたかったけど、まあ、いっか。あ、ワン、オッケー。うん、スカイウォークキック決まったありがとうオッケー。裏取り行こうと思ってたけど、あ、レッド対決は負けてしまったけど、ナイス MVP ですよ、レッドさん。はい。ありがとうございました。はい。というわけで、無事ね、ガチチャレ、一応全部終わりましたということでね、皆さんやってますか？こういう報酬もね、大事にしていきたいところですよね。いいですよね。ガチチャレ、僕結構ね、こう他のキャラとか使えるっていうのも好きなんですよね。最後はこのウェディングっていうテーマでいきましたと。なんでかどうかはちょっとわかんないんですけど、理由はちょっとわかんないんですけどね。まあ、スコアボーナスついてるキャラね、これプラスあれかな、そのドフィーとかシュガーとかがやかなって思うんですけど、まあでも他のね、キャラをも全然試してみていいんじゃないかと、この機会にね、普段使えないキャラをこう楽しんで見るっていうのも僕はありなのかなと思います。まだまだね、使いたいキャラも僕ほんまにいっぱいいるんですけど、まあ、とりあえず今日はこんな感じということで、楽しみましたっていう動画でしたね。はい。まあ、箸休み企画ぐらいに思っといてください。はい。じゃあ今日はね、ガチチャレンジこれぐらいで終わりたいなと思います。皆さん、ここまでご視聴くださいまして、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。See you!